ザクセンラウエンブルク公の紋章1400年のザクセンラウエンブルクザクセンラウエンブルク公爵家最後の女子相続人アンナマリアと妹ジビルラ・アウグスタ1690年頃1848年のザクセンラウエンブルク1860年代のザクセンラウエンブルクの国旗ザクセンラウエンブルク公国は新生ローマ帝国の公爵領両方 1296年から1803年、1814年から1876年まで存在した。現在のドイツのシュレースビヒホルシュタイン州の東南端部に位置し、広告の中心部は現在のヘルツオクトム・ラウエンブルク軍に相当する領域だった。首都は国名の由来であるラウエンブルク、エルベだったが、1619年にラッツェブルクに移された。 ザクセン公国は1296年の分割相続により、ザクセン・ラウエンブルクとザクセン・ビッテンベルクに分裂した。ザクセン・ラウエンブルク公爵の居所はラウエンブルク及びラッツェブルクに置かれた。分裂した2つの公国は、成立当初からザクセン公が持つ選定公の地位をめぐって対立した。1314年の国王選挙では、 ハプスブルク家のフリードリヒ3世とビッテルスバッハ家のルートビヒ4世が競合状態となった。この選挙でザクセン・ラウエンブルク公、ヨハン2世はザクセン選定公としての資格でルートビヒ4世に投票、一方でザクセン・ビッテンベルク公ルドルフ1世は同じくザクセン選定公の資格でフリードリヒ3世に票を投じた。1314年の国王選挙では ザクセン・ラウエンブルクの支持したルートビヒ4世が最終的に勝利1328年には新生ローマ皇帝に即位した。しかしルートビヒ4世は1346年対立王に選出されたルクセンブルク家のカール4世によって敗位され翌1347年に没した。カール4世はザクセン・ビッテンベルク・コールドルフ1世に支持されており 1356年の金直書では、ザクセン・ビッテンベルク公が、ザクセン選定公と定められた。ザクセン選定公に昇格した、ザクセン・ビッテンベルク系のアスカーニエン家が1422年に、耐えたとき、ザクセン・ラウエンブルク公営利非5世は、選定公くらいを相続しようとしたが叶わず、ベッティン家のマイセン編強迫フリードリヒ四世が、ザクセン選定公くらいを獲得した。 ザクセン・ラウエンブルクは14世紀以後、1180年に崩壊した部族広告時代のザクセン広告の後継国家であることを示すため、ニーダーザクセンと称するようになった。1500年に新生ローマ帝国が税の徴収や共同軍事行動のために帝国クライスを設置した際、ザクセン・ラウエンブルクとその近隣地域はニーダーザクセンクライスとされた。 一方、ベッティン家の支配下に移っていたザクセン選定公領と、その近隣地域は、オーバーザクセンクライスとされた。1689年に、ユリウス・フランツが死ぬと、ザクセン・ラウエンブルク・ケアスカーニーエン家の団系は耐えた。しかしながら、ザクセン・ラウエンブルク公爵家の家内法では、女子相続も可能とされていた。 ユリウス・フランツの二人の娘、アンナ・マリアとジュビル・ラ・アウグスタは、亡き公爵の長女であるアンナ・マリアが公国を相続できるよう奔走した。しかし、近隣のブラウン・シュバイク・リューネブルク公国の一部を統治する、リューネブルク公、ゲオルク・ビル・ヘルムは、姉妹の弱みにつけ込み、軍勢を引き連れて、ザクセン・ラウエンブルクを侵略し、武力で、アンナ・マリアの女子継承を阻止した。 ゲオルクビルヘルムが女子継承に異議を唱えると同様に近隣諸国の君主たちもザクセン・ラウエンブルクの相続権を主張したため各国の間で継承に関する揉め事が起きたザクセン・ラウエンブルクの相続人に名乗りを上げたのはメクレンブルク・シュベリーン公国デンマーク・王領ホルシュタイン公国ザクセン・ラウエンブルク公爵家と同族の5つのアンハルト公領 ザクセン選定公領、スウェーデン及びブランデンブルクプロイセンである。ゲオルク・ビルヘルムとデンマーク・ノルウェー王クリスチャン・5世は1693年10月9日にハンブルクの和議を結んだ。この和議ではザクセン・ラウエンブルク公国の大部分を事実上支配しているリューネブルク公領が占領後に ホルシュタインに退治するために気づいたラッツェブルクの要塞が解体されることを認めた。その代わり、デンマーク領ホルシュタインは、ラッツェブルク要塞を破壊した上で、ザクセン・ラウエンブルク領内から撤退することになった。結局、ランとハーデルンを除くザクセン・ラウエンブルクは、ゲオルクビル・ヘルムと、その相続人である、ブラウンシュバイ・クリューネブルク選定効果が、領有することになった。 一方、正当な女子相続人であるアンナ・マリアとジビラ、アウグスタ姉妹は追放されて、ボヘミア領をプロスコビッツェに亡命した。新生ローマ皇帝レオポルト一世は、ゲオルク・ビルヘルムのザクセン・ラウエンブルク戦友に、承認を与えず、リューネブルク公が支配を及ぼせないハーデルンを、自分の管理下に置いた。1728年、レオポルト一世の次男カール六世は、 ゲオルクビルヘルムの外孫のグレートブリテン王権、ハノーファー選定校、ジョージ2世にザクセンラウエンブルク継承に関する承認を与え、ゲオルクビルヘルムが1689年と1693年に行った占領行為を正当化した。ブラウニッシュバイクリューネブルク選定校は1714年より、グレートブリテン王を兼ねたため、 ザクセン・ラウエンブルクはグレートブリテン王国と同君連合関係になった。広告は1803年にフランス軍に占領されたが、1805年にフランス軍はオーストリアに対する遠征に参加するためザクセン・ラウエンブルクを離れた。イギリス、スウェーデン、ロシアは1805年の秋、第三次大仏大同盟戦争の初期にザクセン・ラウエンブルクを占領した。 1806年の初頭には、プロイセン王国が、フランスより、ザクセン・ラウエンブルク公国の領有権を譲られる、形で、同公国を、占領支配した。しかし、プロイセンは1806年8月6日の、新生ローマ帝国解体により、ブランデンブルク選定校の称号を失ったことに、反発し、第四次大仏大同盟に加わって、フランスに敵対した。 フランスは1806年11月にイエナ・アウエル・シュタットの戦いでプロイセンに勝利するとザクセン・ラウエンブルクを再占領した。ザクセン・ラウエンブルクはしばらくフランスの占領下に置かれたが1807年から1810年まで領土の大部分がフランスの衛星国ベスト・ファーレン王国に併合され人口1万5000人ほどの広告領の一部のみが ナポレオンの直接支配下に残された。1811年1月1日、ベスト・ファーレン王国内のザクセン・ラウエンブルクの大部分が再びフランス帝国領に戻された。ナポレオンの失脚後、1813年にザクセン・ラウエンブルク公国はブラウン・シュバイ・クリューネブルク選帝公領との同訓連合に戻された。ウィーン会議の決定によりザクセン・ラウエンブルクは ドイツ連邦の独立構成国の一員となった。1814年、ハノーファー王国は、プロイセンとの領土交換を行い、ザクセン・ラウエンブルクを譲渡して、オストフリースラントを手に入れた。1815年6月7日、プロイセンは、ザクセン・ラウエンブルクに260万ターラーの保証金をつけて、デンマーク王国に譲渡し、 代わりに、デンマークのポンメルンに対する相続請求権を放棄させた。当初、プロイセンは、スウェーデン領ポメラニアの取得に対する保証として、スウェーデン政府にザクセンラウエンブルクを渡そうとしたが、デンマークが、スウェーデン領ポメラニアに対する相続請求権を有していたため、スウェーデンが譲歩することとなった。 これは1814年のキール条約によるスウェーデンのノルウェー王位首都区の代償にポンメルーンをデンマークに譲渡するとの履行が果たされずプロイセンに併合されたため失われたポンメルーンの代わりの保証とされたのである。これによりデンマーク王国とザクセンラウエンブルクの同訓連合が成立した。プロイセンは第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争の最中に ザクセン・ラウエンブルクを占領した。1865年、ザクセン・ラウエンブルクの封建身分は、プロイセン王ビルヘルム一世にザクセン・ラウエンブルク、公爵位を差し出し、ビルヘルム一世はこれを受諾したためプロイセンとの同訓連合が成立した。ビルヘルム一世は、プロイセン最小、オット・フォンビスマルクをザクセン・ラウエンブルク最小に任命し、広告は、 ビスマルクの政府の下で1867年に北ドイツ連邦に加盟した。1871年のドイツ帝国成立に際し、ザクセン・ラウエンブルクも帝国の構成国に加わった。しかし、1876年7月1日に広告の政府と身分議会は広告の解体を決定し、ザクセン・ラウエンブルクは プロイセン領シュレースビヒホルシュタイン県のヘルツークトゥム、ラウエンブルク軍とされた。その後、同軍は1918年の君主制廃止に、際して、プロイセン州に所属し、1946年には、ドイツ連邦共和国のシュレースビヒホルシュタイン州に、属し、現在に至っている。1305年、広告は、ベルゲドルフメルン系とラッツェブルクラウエンブルク系に、 分裂する。ベルゲドルフメルン K ベルゲドルフメルン K は1401年に断絶し、ラッツェブルク・ラウエンブルク K が広告を再統合する。ラッツェブルク・ラウエンブルク KS1401 年、ベルゲドルフメルン K の断絶に伴い、ラッツェブルク・ラウエンブルク K が広告を統合する。ザクセン・ラウエンブルク K、リューネーブルクツレ K、ハノーファー K1803 年から1814年まで、 ザクセン・ラウエンブルクは諸外国の占領統治下に置かれる。デンマーク王家系グリュックスブルク系1864年、ザクセン・ラウエンブルクはプロイセン軍に占領される。1876年、ザクセン・ラウエンブルクは同君連合となったプロイセン王国に併合される。1890年、ドイツ帝国最小オットーフォン・ビスマルク公爵がプロイセン王国貴族の爵位として、 ザクセンラウエンブルク公爵位を授けられる。ありがとうございます。